死神さん。とある姉妹がとある実験をしてみようということになった。その実験というのが夜中の2時に寝ている人を真ん中にして人が2人左右に立ちパンパンと軽く2回手を打ってから目を閉じて死神さん死神さん。死神さん とても怖いものを見せてください。と小さくつぶやく3分間そのまま目を閉じてからそっと目を開けて真ん中の人の顔を見るとその顔がその人が死んだ時にしている表情になっているというものあまりにも安直な内容安直な呪文そして どこかで聞いたことのある話にそっくりというチープさに最初知った時はお姉さんの方は全く興味が湧かなかったらしいんだけど妹さんの方がやろうやろう誰かで実験しようと大乗り気で週末に自分たちの父親で試してみることになったんだそうだ別に父親に恨みがあるとかそういう背景は全くなくただ単に 家の中でできるしその日母親は用事で実家に泊まってたからという理由だけで選んだらしい二人でそーっと父親の部屋に入って気づかれないことを確認して準備開始準備といっても二人で横に立つだけなんだけど二時になったのを見計らって教わった通りにやってみた。 死神さん死神さんとても怖いものを見せてくださいすっかり信じている妹さんは3分経つのが怖いような待ち遠しいような付き合ってるだけのお姉さんは冷静に3分間を知らせるバイブが震えるのを待っている3分経過したのを確認してからお姉さんの 行くよ、せーのって2人で目を開けてみると何にも変わってないあれおかしいなまあ噂なんてこんなもんよ気が済んだら寝ましょうってことでお開き2人それぞれの部屋でぐっすり寝てしまった まあ、小学生と中学生にとって、二時なんてかなりの夜更かしだし。朝、だいぶ遅く、昼近くになってから目が覚めてみると、一階が騒がしい。朝に帰ってくると言っていた母親が、老狽しながら何やら電話をかけているようだ。大変、大変なんです主人が、主人が いつも早起きの父親がまだ寝室から出てこないことを不審に思った母親が起こしに行ってみると、布団の中で冷たくなっていたんだそうだ。心筋梗塞だか脳梗塞だか、死因は何かの発作であったと。母親と救急隊員みたいな人が玄関先で、主人はどのくらいの時間に発作を起こしたんでしょうか まだ詳しくはわかりませんがあの状態ですとおそらく深夜十二時ごろと思われるかと。なんて話している泣き崩れる母親を見ながらお姉さんの方が無表情なまま「そりゃ変わるはずないわよね」と言ったのが妹さんにはとても怖かったらしい。 ただの偶然だったのか、本当に死神さんが来たのか。この話が広まってからは、誰も同じことをやろうとする人がいないため、わからずじまいなんだってさ。